岡田直人氏は日本の新聞記者、日本経済新聞社代表取締役会長、宮崎県門川町で生まれ、小中学校は都の城市で過ごす。ラサール高等学校を経て東京大学法学部第二類を卒業。ブルース・リーの映画、ドラゴンへの道を見て、その美しさに感動したことから、大学入学後に少林寺拳法を始める。 本部合宿にも参加しており、海祖の総道の海から訓当を受ける。少林寺、憲法二段。1976年、日本経済新聞社入社。フランス語が堪能で1989年から1991年までパリ特派員を務める。常務取締役、専務取締役東京本社編集局長、取締役副社長などを歴任。2015年、 代表取締役社長に就任。2021年、代表取締役会長に就任。2018年10月、日仏関係工場への貢献のほか、メセナ活動等を通じて、フランスと日本の文化、経済交流の促進に取り組んできたことが評価され、フランス政府から、レジオンドヌール勲章シュバリエが叙勲された。AB、東大人名録。 第2部1991年発行737ページ読売年間2017年版 P314AB 本社社長に岡田氏昇格北氏は会長に日本経済新聞2020年4月8日閲覧魔を求め学び極める日本経済新聞社代表取締役社長岡田直俊氏に聞く少林寺憲法オンラインマガジン 2020年4月8日閲覧。日本経済新聞社社長に、長谷部氏昇格岡田氏は会長に、日本経済新聞2021年2月9日、日本経済新聞社の岡田直人社長が、レジオンドヌール勲章を受賞。在日フランス大使館。2020年4月8日閲覧。ありがとうございます。